ミュラートゥルガウは1882年にスイスの州であるトゥールガウからヘルマン・ミューラーによって育成された白武道品種である。一説ではリース・リングとマドレーヌ・ロイヤルとの交配種である。ドイツ、オーストリア、北、イタリア、ハンガリー、イングランド、オーストラリア、チェコ共和国、スロバキア、スロベニア、ニュージーランド、アメリカ、 日本で白ワインの製造に使われている。世界中で約4万2000ヘクタールの栽培面積があり、ミュラー・トゥルガウは19世紀後期から作られた、いわゆる新品種の中で最も広く植えられている。植え付けは1980年代から大幅に減少したが、2006年現在では1万4000ヘクタールでドイツで2番目に栽培された品種であり、 ブドウ園の総面積の13.7%であった。2007年125周年をガイゼンハイムブドウ育種研究所で祝った。ミュラー・トゥルバウア・リバーナー、リースリング・エックス・シルバーナー、リースリング・マイナス・シルバーナー、ヨハニス・ベルク、リズ・バネツ、リズリング・スイルバーニーとしても知られている。ほとんどのブドウは2つの別々のブドウの品質を引き継ぎ、 両方の性質を合わせ持つ新しいブドウを作りたいという欲求から作られてきた。19世紀後半、ミュラー博士がガイゼンハイムブドウ育種研究所でこのブドウを作った時、彼の意図はリースリング品種の強さと複雑さとシルバーナー品種が持つ早軸であることを掛け合わせることだった。得られたブドウはこれらの2つの性質を完全には達成しなかったが、 ドイツのワイン生産地域の多くに広く植え付けられた。ドイツの一般的なブドウ品種のシェアパーセント。ミュラー・トゥルガウの増減に注目。ドイツワイン統計より。1970年代にミュラー・トゥルガウはドイツで最も植えられたブドウになっていた。この品種の人気の理由は、比較的広い気候範囲、土壌タイプで栽培ができるということである。これらのブドウの多くは、 他のワイン用ブドウの栽培には特に適していない平坦な地域に植えられた。なぜなら平坦な地域の主な代替作物であった天才大根よりも利益が大きかったからである。ブドウは早く成熟し大量の収量をもたらし、例えばリースリングよりも植え付け場所としての要求は少ない。ミュラー・トゥルガウのワインは酸度が低いために軽くフルーティーである。比較的 若いうちに飲むことがあるが、ほとんど例外なく、熟成とともに良くなるとは考えられていない。これらの事実は、ミュラー・トゥールガウが、1980年代までかなり人気があったリープフラウミルヒや、ピースポーターなど、ドイツのミディアムスイートワインを安価に生産する、経済的な方法を提供したことを意味した。ミュラー・トゥールガウの発展のターニングポイントは、1979年の冬であり、 1>, 1月1日に温度が急激に低下し、多くの地域で下詞20度にまで達したが、新品種の大部分を荒廃させた。何百年もの選択によって、はるかに丈夫な茎を有するリースリングのような品種には影響しなかった。それ以来、ワインメーカーは、幅広い種類のブドウを栽培し始め、ミュラー・トゥルガウは現在、ドイツではリースリングほど広く植栽されていないが、ドイツにおいても、 世界でもまだ重要な品種である。ミュラー・トゥルガウのドイツ国内のブドウ農園の総数は減少しているが、リースリングとピノノワールに続き第3位であり、2006年から2008年の間に新たに栽培した農園の約8%を占めている。最近の DNA 型鑑定は実際にはミュラー・トゥルガウがシルバーナーや他のブドウ品種ではなく、 リースリングとマドレーヌロイヤルとの交配で作られたものであると判定している。しかし途中でいくつかの混乱があった。1996年、シャスラは有効な候補に上がり、1997年にはシャスラの編集であるアドミラブルドクルティエが親品種と同定された。しかし2000年にアドミラブルドクルティエと信じられていた親品種が、 マドレーヌロイヤルであることが証明されたとき、これが間違っていることが示された。マドレーヌロイヤルは長い間、シャスラの種苗であると信じられていたが、現代の DNA 型鑑定では、それが実際にはピノとトロリンガーの交配種であることを示唆している。ワシントン州のミューラー・トゥルガウ2006年におけるドイツの生産地域は、下記の通り。ドイツでは、 ミュラー・トゥルガウとバッフス、または少量のモリオムスカートをブレンドしてその風味を強化することは長い間一般的に行われてきた。どちらもサンド、またはストラクチャーの欠如のため単独の品種ワインでは美味しくない、高度に香りの強いブドウである。ドイツ以外ではイタリア、イングランド南部、ルクセンブルク、およびチェコで活発なワインを生産するのに、 適度な成功を収めている。ヨーロッパ以外では、アメリカのオレゴン州で適度な成功を収めている。ミュラー・トゥルガウは、以下に示す別名で呼ばれる。ミレル・ターゲオ、ミューラー、ミューラー、サーガーエブ、マラーカ、マルアラボ、ミューラー、サージョ、マラーカ、マルアラボ、リースリング、シルベイナー、リースリング、サルベイマー、リースリング X、サイロバーナー、ライバナー、ライザネク、 リッツァリンチロンに、リッツァリングズジルンに、リッツァリングズルンに、リスバナック、リスバナックバイジェリー、リスバネク、リスベイナー。ありがとうございます。